ラドナムのポーター男爵、ジョージ・ポーターは、イギリスの科学者。1967年に、ノーベル科学賞を受賞した。ヨークシャーステインフォース生まれ、リーズ大学で科学の学士資格を得、第二次世界大戦中は、イギリス海軍予備隊に所属した。その後、ケンブリッジ大学で、ロナルド・ノーリッシュのもとで研究を開始、これが後に、 ノーベル賞受賞につながる業績となった。1960年には王立協会のフェローとなり、イギリス王室は1972年にナイトニジを君し、以後、サー・ジョージと尊称されることになった。1985年から1990年まで王立協会の会長職を務め、退任時に一大貴族として男爵位を授けられ、ケント州の地名から、 ラドナムのポーター男爵の称号を得た。ポーターはまた、公衆の科学理解を啓蒙、普及させる活動にも大きく貢献した。1985年に英国科学発展協会会長に就任し、また、コミッティ t オンザパブリックアンダースタンディングオブサイエンスの委員長も兼任した。講演も積極的にこなし、1978年、 オックスフォード大学ロマンレスレクチャーのサイエンスザ・ヒューマンパーパス。1988年 BBC 放送リチャード・ディンブルビーレクチャーのナレッジ・イット・セルフ・イズ・パワー。1989年日本で行われた21世紀の君たちへノーベル賞受賞者日本フォーラム講演。1990年から1993年にかけて グレシャム・カレッジでの天文学に関する講演などがある。1984年から1995年にかけてポーターはレスター大学の学長を務めた。同大学は敬意を表し、科学棟の名をジョージ・ポータービルと名付けた。ポーター自身の研究は活性で単寿命の文庫種がラジカルであることを証明する情報をも含んでいた光反応解析技術の開発がある。 あとに、彼の研究は、植物の光合成における光化学反応の詳細を調査する技術として活用された。これは特に水素をエネルギーとして用いる研究分野で大いに利用され、ポーター自身も強く推奨した。ありがとうございます。